新衛隊作戦本部は、国家社会主義ドイツ労働者等の新衛隊の機関。12ある新衛隊の本部の一つ。武装新衛隊を統括する組織であった。1936年10月1日、新衛隊特務部隊を監督する機関として、パウルハウサーを長とする新衛隊特務、部隊総監府が新衛隊本部のもとに創設された。 1939年11月末に、新英隊全国指導者、ハインレヒ・ヒムラーは公式に武装新英隊の発足を宣言した。これを受けて1940年6月1日に、新英隊特務部隊総監府は、武装新英隊司令部に改組された。この際に武装新英隊司令部は、新英隊本部から独立した。 さらに、親衛隊本部の中の母兵担当以外の部署が、親衛隊本部から切り離されて、1940年8月15日に、武装親衛隊司令部と統合されて、親衛隊作戦本部が創設された。その任務は、武装親衛隊の作戦指導と、一般親衛隊の入営前、退役後の指導、教育とされた。ただし、武装親衛隊の戦場における、 作戦行動は実質的には国防軍が指揮権を握っていた。作戦本部は戦場以外における武装親衛隊の指揮、また武装親衛隊への兵隊にや医療などを担っていた。また親衛隊の士官学校の運営も作戦本部が行っていた。強制収容所総監府も親衛隊本部から作戦本部の指揮下へと移されており、 1940年から1942年までの強制収容所の運営に責任を負う。強制収容所総管府は1942年3月16日に新衛隊経済管理本部の指揮下に移されている。新衛隊作戦本部長、ハンス・ユットナー新衛隊大将はじめ暫定的にヒムラーが作戦本部の指揮をとっていたが日常的な業務は ハウサーの公認の武装親衛隊司令部幕僚長、ハンス・ユットナーに委ねられていた。1943年1月30日には、ユットナーが正式に作戦本部本部長となっている。ユットナーは軍人的経歴の持ち主であったので、武装親衛隊から政治職を取り除いて、純然たる軍事組織へと一新する構想を抱いており、 半軍的なテオドールアイケなどと争っていた。1942年11月には、新英隊人事本部長、マクシミリアン・フォンヘルフ新英隊大将が、ユットナー周辺グループは危険分子として、監視を要する。彼らの思想は、SS の精神とは無縁のものである。彼らは、護衛部隊を施行し、それ以外のことは全く眼中にないとヒムラーに。 警告の報告をしている。極集団 A 組織、人事、供給極集団 B 訓練極集団 C 検査、D 極集団武装新兵隊の医療活動。ありがとうございます。